君は見たことがあるだろうか。つま先立ちできるガンプラを君は見たことがあるだろうか。こんなにもエビ反りできるガンプラを。ハッピーラブピーポーの皆さん、こんにちは。クラフターです。今回はリアルグレードニューガンダムの全塗装をやっていきたいと思います。クラフターチャンネル。まずはバラバラのバランバランに分解したパーツを表面処理していきます。最初に使うのはおなじみペンサンダー。これを使ってゲート跡を削っていく。そういえばペンサンダーに似た商品が各社から発売されてますよね。使い心地はどうなんでしょうか。あらかた削り終えたら、今度は番手の細かいヤスリで表面を整えていきます。処理が終わったパーツを超音波洗浄機で洗浄していく。この超音波洗浄機でどれくらいパーツがきれいになるのか気になりますよね。ここはあえて削りカスをびっしりつけたまま洗っていきます。どうですか、これめちゃくちゃ汚いでしょ。このパーツ、これを洗った後にどうなるのかチェックしていきたいと思います。調理器具の裏ごし器を使います。どんなに小さいパーツも落ちないので安心です。パーツを入れて洗浄機にセット。水を入れて食器用洗剤を1、2滴かき混ぜて拡散します。これ結構大事です。5分に設定して洗浄開始。5分経ちました。綺麗になってるでしょうか。はい、こんな感じで綺麗になりました。削りカスも隅々まで取れてますね。段ボールの上にハンドタオルを敷いて、その上にパーツを並べていきます。ヤマゼンさんの食器乾燥機を使って乾燥させていきます。パーツの量が多いと1回では食器乾燥機に入りません。そこで最近クラフタが編み出した技をご紹介。このように段差をつけて2階建て乾燥。持ち手棒をつけて塗装準備します。リアルグレードの塗装は初めてなんですけど、かなりパーツ多いんですよね。割り箸何本使ったんだろう。割り箸についたフィンファンネルを見ていると、なんか焼き鳥を食べたくなってきました。塗装開始。内部フレームをメカサフヘビーで塗っていきます。細かいパーツは段ボールや割り箸につけて一気に塗るのが楽ちんですよね。足のフレームは組み上がった状態のまま塗っていきます。1回目の塗装は折り曲げた状態で、2回目の塗装は伸ばした状態で塗っていきます。両手とも小刻みに揺れているように見えると思います。これはクラフタがアル中だからですよ。外装パーツも塗っていきます。今回使うのはミスターカラーの GX シリーズ。隠蔽力が少し高くなってます。それに半光沢の明灰白色を混ぜていきます。これでホワイトの外装パーツを3色に塗り分けます。焼き鳥食いたいな。ちなみにホワイト系のパーツには今回サフは吹いていません。個人的な意見としては、ホワイトの場合はサフを吹かなくても見た目上はあまり違いがないかなと思ってます。あとは制作時間短縮のためですね。イエローのパーツはキャラクターイエローで、赤のパーツはハーマンレッドで塗っていきます。調色はしていません。ブルーのパーツはスージーブルーにウイノーブラックを混ぜて作っていきます。混合比は適当です。バーニアを部分塗装していきます。使うのはメタリックの焼き鉄色、焼き鉄色どっちなんでしょうか。筆塗りしていきます。メタリックのエアブラシ塗装は洗浄がめんどくさすぎる。目のパーツを部分塗装、ガンダムマーカーで直接塗っていきます。今回はメタリックグリーンで全部塗った上から黒で縁取っていきたいと思います。縁取りに使うのはタミヤさんのエナメルブラック。目の周りを黒く塗っていきます。黒がはみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取れば問題ないかなと思ったんですが、これガンダムマーカーも一緒に拭き取ってしまいますね。ダメですね。後で塗り直しておきました。次にバーニアの内側を赤に塗っていきます。こんな感じでちまちま塗っていきます。はみ出した部分は後で溶剤で拭き取ります。塗装が終わったら光沢クリアで表面をコーティングしていきます。墨入れ前に
クリアでコーティングするなんてなんだかクロートっぽいでしょ。マット感が非常に綺麗なメカサフですが、このパーツも光沢クリアでコーティングしていきます。なぜかというと、ポージングした時に塗装を剥げづらくするためです。でもサフをしようがコーティングしようが、結局ガシガシ動かしてるとどうしても傷が入ったり剥げちゃったりするんですよね。他のパーツも同様にコーティングしていきます。ここでしっかりクリアコートを乾燥させてパーツを組み立てていきます。これはフィンファンネルの可動部分ですね。リアルグレードといえばアドバントジョイントの本体フレームが定番ですが、今回はこのフィンファンネルの可動部分のみがアドバンストジョイントとなっています。可動部分はこんな感じになってます。同じものを6本組み立てます。こういった細いパーツの貼り合わせは先の方が広がったりすることもあるかと思いますが、このフィンファンネルのパーツは全然そんなことはありません。しっかりパーツ同士が密着してくれます。1、2、3、4、5、6本。他のパーツも組み立てていきます。こちらはシールドですね。裏面のミサイルは別パーツとなっています。パーツを汚さないようにカメラ用のお手入れグローブを買ってみました。こんな感じ、甲の部分は蒸れないようにメッシュ構造になっています。ニューハイパーバズーカを組み立て中。手がツルツル滑って全然パーツが握れません。めちゃめちゃ作りづらかったので手袋は外しました。足の裏はこんな感じ、なかなかいいですね。ビームライフルの組み立て、今思えばこのパーツもグレーで塗り分けしとけばよかったなと思います。足のパーツの組み立てです。何度見てもこのパーツのディテールはすごいですね。動画では分かりにくいですが、このホワイトのアーマーは一応3色に色分けされてるんですよ。この膝関節のギミックも何度見てもかっこいいですね。コックピットハッチを取り付け、腰関節の可動ギミックもすごいですね。非常に柔軟度が高くなっています。表面を光沢クリアでコーティングしているので、今のところなんだかおもちゃっぽいですね。下半身とドッキング、やばいですね、かっこいいですね。下半身のディテールもすごい細かい、まさに RG のキットって感じです。ではスミ入れをやっていきましょう。使うのはタミヤさんのスミ入れ塗料ダークグレーです。まずは難易度が一番高そうな頭部パーツから塗っていきます。使っているのは極細の筆ですね。でも動画をご覧いただくと分かりますが、めっちゃはみ出してます。これはまあ後で拭き取るので大丈夫でしょう。はみ出した塗料を拭き取る際に、あらかじめ施しておいた光沢クリアのコーティングが効いてくるんです。光沢コーティングはめちゃくちゃ拭き取りやすくなりますからね。どこで泥んこ遊びしてきたんってぐらい汚れた顔面ですが、このように溶剤で綺麗に拭き取れます。頭部を組み立てて他の部分にも墨入れしていきます。ここで光沢クリアの力をお見せしましょう。こんな感じで墨入れ塗料がすごい勢いで入っていきます。いかがですか、やみつきになりますよね。これデカールを貼っていきます。付属のリアリスティックデカールはアムロレイのパーソナルマークだけ使用します。それ以外は水転写式の RB コーションデカールのレッド、グレー、ホワイト3色を使っていきます。ガイアノーツさんのフィニッシュマスターを使って圧着。次に水転写デカール、
貼りたい場所にマークセッターを塗って、パーツの上にデカールをスライドさせます。位置を微調整して綿棒で水分を取りながら圧着、スライドさせて位置調整して、こんな感じです。フィンファンネルは同じものを6本貼らないといけないので、めちゃめちゃめんどくさい。ついに最後の工程にたどり着きました。ツヤ消しスーパースムースクリアでフィニッシュです。今回は非常に綺麗にツヤ消しコートが吹けました。なんかコツをつかんだみたいです。コツといってもただ3倍ぐらいに薄めるだけなんですけどね。はい、そしてついに出来上がったパーツがこちらになります。トップコートも白かぶりせず綺麗に塗れました。やっぱり濃度が大事ですね。そしてこの美しいパーツ類、造形自体がやっぱりかっこいいですよね。このボディもたまりません。肩のアーマー、どれを見ても素晴らしい。では最終組み立て入ります。まずは足首から。足の裏もいい感じですね。パーツに傷が入らないように慎重に両足を取り付けて、肩のアーマー、腕を取り付け、アングルが見づらいですね、すいません。で最後に頭部をドッキング。クラフタチャンネル。新素材のサイコフレームを内蔵したガンダムタイプモビルスーツの集大成。それではご覧いただこう。これが RX93 ニューガンダムだ。それでは各部見ていきましょう。まずは全体像。ホワイトのパーツは3種類の色分けを行ってます。胸部アーマーの上面パネル、クラフトはこの部分にこだわりを持っているので綺麗に仕上がるように意識して作っています。頭部パーツも非常に精巧に作られてますね。頭部バルカンの薬莢排出口もあるんですよね。目の部分はこんな感じ、めちゃんこイケメソです。コックピットハッチには開閉ギミックがついています。ただあんまり開けたくないんですよね、傷とか入りそうなんで。この赤いハッチ部分も開閉します。こんな感じです。ビームライフル、合わせ目は一切ありません。組み立てて色を塗るだけでこのクオリティやばいです。リアアーマーのディテールも素晴らしいですね。付属のリアリスティックデカールも最高です。黒鉄色に塗り分けしたバーニアもなかなかいい感じですね。内部は赤に塗装、全身に貼った RB コーションデカールも情報量を上げてくれています。背面にはビームサーベル、このように取り外してエフェクトパーツを取り付けることが可能です。シールドはこのようにフックをはめ込むだけです。背面にはニューハイパーバズーカのアタッチメントがあります。このように突起を背中に差し込むことで取り付け可能。ではポージングしてみましょう。
してインファンネル、もちろん一つ一つ独立しています。側面のフックでインファンネル同士を連結させることができます。そして可動部はこんな感じ。背中のフックにフィンファンネルを取り付けます。こんな感じです。いや、よくできてんな。ちなみに自立させることは可能ですが、少し左に傾きますね。フィンファンネルを装着してのポージング。続いてフィンファンネルを展開してポージング。というわけで今回は RG ニューガンダムのレビューでした。マジでかっこいいにも程があるって感じのガンプラです。塗装せずに素組みするだけでも十分にかっこいいキットです。結構ホビーショップでも売り切れしてるお店多いんじゃないでしょうか。もしショップで見つけたら迷わず買った方がいいかもしれませんね。または Amazon で買うのもありかも。動画の概要欄に Amazon リンクを貼っておきますので、よろしければそちらからどうぞ。アビカスでごめんなさい。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ハッピーラブリーエブリワン。